はい、どうも N スタジオのリュウです。2を2続きをプレイしていこうと思います。早速この氷の道を渡っていこうと思います。悪い子はいねえかって、あれ生ハゲか。じゃああ外した。奴ら尋常ではない。これはたとえ戦ったのといえど、おいで、なんか飛ばしてくんな。こっちこっち来い。そこまでしか来れねえのか、これ来んのかい。おいで、あぶー、多分生ハゲなんだろうな、あれ。少し冷えるとは思ったが、まさか凍っておるとは。戦場に季節外れの雪、たやすく通してはもらえそうにないの。あんなとこに容器いるし。え、なんかあんのかな、ここ。なんかありそうだな。あ、でもこここれだけか。お前がそこで何してるかなんだよな。いや、容器は無視。ここ開けれるのか、反対側からか。見つめやずら。あや。よし、よいしょ、よいしょ、よいしょ。OK。見つめやずらを倒して。小闇？ああ、いっぱいいるな。この中は？爆発？ガキを先倒しとかないと。あれか、お前だな。よっ、どっかにすねこすり、あー、いた。で、生ハゲさんと戦うのか。よし、行くか。こいつだけやろ。よいしょ。正方処分、これか。いて、いて、痛いな、この野郎。
あ、で、ここが開けれるのか。ここにもすねこすり。やばい、ダブルすねこすりや。だけど、これの裏か？子玉ちゃんがどこにいるかわかんねえな。おっと、ごめんなさい。突然だね。ちょっと周りまだ探索しきれてないんだけど。うお、兵士凍ってる。ちょびっと探索だけしようかな。あ、これ開けてなかったな。守護大名系か。あれ、どうやって行くんだろう、上のところ。どっか登り口ある？はしごか何かがあるのかな。これ多分、あれ違うところか、これ。あ、社のとこだもんな。帰ってきたってことでしょ。こっち側はじゃあはこれで終わりと。まあいっか。これか、ここか。ここだ。これを伝っていけや。これこっち側でいた。よいしょ。ボス戦か。よし、行くか。突撃。半蔵殿、ここはそれがしに任せ。殿、承知。Thank you.
危ない。おいで。あー、なるほど。ちょっとまず攻撃を見なきゃ、攻撃を見なきゃ。危ない。危ない。あんな攻撃。よいしょ。よし、なんとかなりそうだな。ごめんなさーい。もうボス戦集中するんで。はい、ごめんなさいね。攻撃してる最中は無理。よいしょ。よいしょ。強いなあ。あのつかみ技だけは絶対捕まらないようにしないとな。はい、ごめんよ。
怖いな、やっぱ。あ、早かった。あのつかみ攻撃早いな。もうワンテンポ早めに回避してみるか。あれ、痛いな。あー早い、それは早いのか。あれ、焦るな焦るな。はいはい、あぶら、あぶら、あぶら、怖い怖い。わあ、もったいないことしたな今。妖怪化までしたのにな。
はいはいはい。3個しかねえよ。携帯危ないよ。焦った焦った。よいしょ。倒した達成。玉城も回収。大丈夫ですか。貴殿の助太刀感謝いたす。この恩必ずや我が武で報いよう。マガラを討ち取った今こそマガラって言うんだ。朝倉を打ち破る好機。我ら徳川も体制を整え共に参ろうぞ。了解。先へ進む。ミッション終了。我らの大勝利だ。お前がマガラ、なんて読むんだっけな、マガラを討ち取ったおかげで形勢が一気に傾いたからな。徳川の本多忠勝殿も舌を巻いておったぞ。しかしあやかしを戦場に送り込むだけでなく、マガラのあの姿や力は、浅井も霊石の力を使ったようだが一体どうやって。今は考えてもしょうがない。信長様はこのまま攻勢を緩めず、浅井長政の本拠小谷城を叩くつもりらしい。日の字急ごう。小谷城にはお市様がいるはずだ。玉城もちゃんと回収。あれ何もついてない。兄弟とサブミッションもなんか面白そうやな。サブミッションはまあ動画外でやっとこうと思うんでいっかな。では今回動画はここまで。チャンネル登録とグッドボタンの方お願いします。次回の動画までまたねー。